a ゾ o ンの POE 接続ですね。POE 接続というのは LAN ケーブルで接続するタイプなんですが、そのカメラ4台セットが来ましたので、見てみたいと思います。セット内容はこれだけのものがついていました。一応内容は、電源供給および録画用の本体ですね。これが電源供給と録画ができるようになっています。 これがまあ一応防犯カメラ動作中というポップですね。から簡単な取り扱い説明書、まあ、接続方法の説明書ですね。それから今の POE 接続。LAN ケーブルによる電源供給をするための機器での取り扱いですね、えー。詳しい説明書になってますのでこの順番通りやればいいと思います。 今ここに QR コードがありましたけども、これはスマホなどを使って外部からこのカメラを見るときに使うための QR コードですね。これがついてます。それから、マウスですね。マウス。それから電源ケーブル。電源ケーブル。で、カメラが1、2、3、4台付いてます。カメラはこんな感じになってますね。はい。 真ん中にレンズがあって、上の方に LED ランプですかね。から、これが AC アダプターですね。AC アダプター。普通の日本のケーブル仕様ですかね。これから、フラットタイプの LAN ケーブルですね。結構な長さありますね。まあ、LAN ケーブルですから、最長100メーターまで延長できるという感じです。それが1、2、3、4本。そして、これがネジとか、プラグですね。 で最後にこれはケーブルのカバーですかね。ジョイントカバー。ここのところのカバーですね。ここのとこから水が入らないようにするためのカバーです。一応防水になっていますので、屋外に取り付けることもできるようになっています。でこんな感じの模様になっています。おっと、一つ忘れていました。一応メモリーカードがついていますで。ここのところをプッシュしておきますと外れて、 USB メモリーになっています。外した状態がこんな感じに取り外せます。USB メモリーになっていまして、この中に取り扱いの説明書、詳しいものが入っていました。本体の裏側、後ろ側のポートルを見てみます。まずこれが電源の供給ですね。AC アダプターからの電源がここに入ります。カメラからの LAN ケーブルが4個。 こここにに差し込ままれるようになっていますこの LAN ケーブルを使いまして、このポートからカメラへの電源も供給されます。で隣のこの LAN ケーブルを挿すところ、これはインターネットへ接続するためのものですね。上れからこちらへ来て HD、HDMI、映像の出力ですね。HDMI、音声、それから VGA の出力ですね。これとこれがあれば、モニターさえ用意すればすぐ見れるようになると思います。 ここのところに USB ポートが2つあります。